タンスの上部に設けられた袋棚。袋棚2本の家具。主に2枚、内紙4枚の引き糸が付けられた比較的小さな収納棚。高さに乏しい反面、横幅、または奥行きを持つ。戸が付けられていることから、袋戸棚とも呼ぶ。多くは、床の間の床脇に違い棚と組み合わせて作り付けられるほか、押入れの上部収納や、 物なんかの物具収納としても作り付けられる。また、タンスなどの収納家具や、茶席や鉱石で用いる置き棚には、袋棚が付いている場合が多く、茶席では茶花を入れる花入れや夏目の収納などに、鉱石では鉱を入れた鉱袋や鉱道具の収納などに用いられる。床の間。左側が床脇で、床脇棚として、違い棚と天袋が作り付けられている。 床の間左側の床脇に4枚引き違い戸の天袋と2枚引き違い戸の地袋が一緒に作り付けられているもの。床の間右側に床脇があるもの。違い棚の上下に2枚引き違い戸の天袋と地袋が一緒に作り付けられている。押し入れの上部に設けられた天袋。天袋とは天井側にある袋棚。床の間の床脇棚として用いられるほか。 押し入れ上部の小収納としても多く用いられる。床こき棚の場合は、普通4枚引き糸が用いられ、押し入れの上部収納としては主に2枚引き違い度が用いられる。ただし、押し入れに付随して作り付けられる場合は、押し入れ引き個数に合わせて袋戸の数が変わる。近年では、押し入れの収納部分が袋戸裏まで広く作られている場合もあり、 袋戸が飾り戸の役目になっているものもある。和室の左側と小脇に2枚引き違い戸の地袋が作り付けられている。観音像の置かれている棚が2枚引き違い戸の地袋として作り付けられている。地袋とは床側にある袋棚。床の間の床脇棚として用いられるほか、仏間において仏壇のもとに仏具収納として作り付けられている場合が多い。仏壇下の場合、 仏壇が観音開きであることから、地袋も観音開きの袋度が多く設けられているが、2枚、ビキートや、肩開けトの場合もある。なお、全日本宗教用具共同組合によると、給仕がしづらいことから、地袋はあまり作らない方が良いとしており、また、仏間の上には、不条なものを避けるべきとして天袋は作らない方が良いとしている。その他、 日本家屋において上層階にある部屋の場合、切り妻や入りも屋では屋根裏の有効利用として地袋を作り付けることも多い。ありがとうございます。